どうして神奈川総合高校を選んだのかっていうのを聞きたいんだけど、なんか中2までニューヨークに住んでて、なんか神奈総って帰国制入試みたいなのがあって、あの校則とかもあまりないし、単位制で自分の好きな授業とか取れるんで、結構なんか海外のなんか高校とかに似てる感じがしたんで、僕は神奈総にしました。やっぱり、面白そうだなっていうのがあって、授業でも普通の高校にはない科目がたくさんあるので、そういうのを取ってみたいなって思って神奈総を選びました。例えば音楽理論の授業とか、ソルフェージュっていう、専門的な授業があったりして、もちろん美術系とか舞台芸術とか他の部分でもたくさん専門的な授業があって、であと第二外国語とかも取ることができて、そういうところも面白そうだなって思いました。個性化と国際文化コースだっけ。でなんか僕たちが2年生かなの時に、あの舞台芸術家っていうなんかコースができて、3つ今あるコースがある感じです。細川くんが国際文化コース。私も国際文化です。後輩の代から追加されたんで、あんまりなんか関わりとかないです、文化祭でステージ見たりとかするくらい、後輩同士はどう？ああ、でも、舞台芸術で行動することももちろんあるんですけど、国際文化のコースとかのクラスには所属してるんで、2つクラスあるみたいな感じなのかな。個性化と国際文化の交流っていうのはどれぐらいある？すごくなんか単位制なので授業がそれぞれみんなバラバラなんですけど、だから必修とかの科目では個性も国際もバラバラで混ざるので、普通に交流はあります。むしろクラスのつながりの方が薄くなりがちだと思います。週に1回だけホームルームがあるんですけど、それも大体なんか1時間ぐらいで、あとクラスの関わりは例えばなんか修学旅行とか文化祭とか体育祭とかそれだけしかないんで、関わり授業とかでの友達ができるみたいな。個性と個性文化ってあんま変わんなくない？あんま変わんないです。あんま変わんない？授業も一緒に受けるので、違うところは必修科目が少し国際文化が国際系の科目が増えるぐらいで、それ以外は全然変わんないので。まあなんかここはすごいなと思ったのが、一つの授業にその先輩とか後輩がいたりすることっていうのがもちろん多くて、同年代の友達だけじゃなくて結構いろんな人とも関わりができるなって。私は時間割が自由に組めるよって聞いてて、で入ってみて、じゃあいざ自分の好きな授業をたくさん取ろうって思ったら、やっぱり必修で埋まっちゃって、あと大学受験する人はそれに必要な科目も取ったりすると、なかなか自分の取りたい科目が取れないっていうのはギャップでした。でも中にはもう最初から専門行くって決めて末取らずに専門的な科目だけ取ってる人とかもいました。思い出に残ってる学校行事は？あ、僕は体育祭なんですけど、3年生の時に団長団っていう各クラスに2人、なんて言えばいいんだろうな、クラス代表的な、クラス代表的なものをなんか務めさせていただいて、練習とかも管理したり、そこはなんかすごいなんか思い出かなって。種目にもダンスっていうのがあって、団長団とかがなんかコスプレみたいな、なんか各クラスごとに色を分け与えられて、9クラスで、そのなんか色に合ったテーマを一つ選んで、そのテーマのなんか衣装とかをして、団長団中心になんかダンスを踊るみたいな。僕たちは黄色組だったんで、あのピカチュウのコスプレをしました。私ピンクでしたテーマが桜組っていうテーマで、あの幼稚園児のコスプレをしてました。私は文化祭ですね、やっぱり。そのさっき言ったように神奈総ってクラスのつながりが薄くなりがちなんですけど、私の担任の先生がクラスのつながりをすごい保とうとしてくれたので、あの1年次から3年次まで毎年必ずクラスで出し物をしてて、2年次の時の出し物が大体のクラスはやるとしても展示とかが多くてなんですけど、まさかの舞台で、でなんかストンプっていう掃除用具とかを使って音を出してなんか音楽を作るみたいなタップダンス的なやつをやろうって先生が言い始めて、かなりというかうまくいって、それがまあいい思い出だったなって思います。文化祭は2年次は結構みんな忙しくてやんなかったんですけど、3年次にまた体育祭で結構クラスの仲が良くなって、3年次は文化祭出そうってなって、あの駄菓子屋さんをやりました。初めてなんか飲食とかも提供できるようになったんで、せっかくなら飲食やろうって話になって、あと向かいの店で、あ、そう、向かいの店で、私3年次の時に、あ、 J 組だったんですけど、 J の食べ物屋さんって名前でなんかラムネとかポップコーンとか売っててで向かいのお店だったので、なんかどっちかというとなんかライバルみたいな。そうでした3学年クラスって変わらない？あ、はい、そうです、それすみません言ってません、変わらないです。
ずっと答えですね。私あの吹奏楽部に入ってたんですけど、うん、部活もあんまり盛んじゃなくてそもそもグラウンドがないので学校に。吹奏楽部ももともとは別になんか小規模でやってる感じだったんですけど、私の代めちゃくちゃ人数が多くて、あの吹奏楽のコンクールって A 編と B 編っていうのがあるんですけど、大人数の方に出るかどうかっていう話し合いがあって、結局 A 編に出ることになって、で初めて A 編に出たんですけど、1個先の大会に県大会に進むことができて、それはめちゃくちゃいい思い出でした。細川君部活は部活は高1の冬までサッカー部で、で辞めて男花火っていうなんだろうな、変わったダンス部みたいなのに所属してました。女子は普通になんかダンスするんですけど、なんか男子はタンクトップで踊るみたいなダンスで、金沢にしかない部活みたいな感じです普通のダンス部とはちょっと違うの？まあ、全然違う、ね、お祭りみたいな感じ。あ、はい、なんか元気を与えるみたいな、そんな感じ。え、なんか他にも変わった部活ってあった？あ、デザ部っていうのがデザイン部のなんか略称なんですけど、モデル側と衣装とかを制作する側があって、文化祭とかであのホールで披露したり、歩いてなんだっけ、目覚ましテレビ、目覚ましテレビのなんか高校生を応援する企画みたいなやつにもなんか取り上げられてて、テレビにも出てて、変わった部活っていうか、すごい部活だなって。野球部とかもないので野球応援とかも本当はしてみたかったんですけど、陸上部もないです。陸上部もないです。部活入ってない人の方が多いのかな。なんかしらのところに所属したりしてますね。そう、部活はなくても有志団体が結構多くあって、うん、本当に大学のサークルみたいな感じで、ダンス部も何個かあったりして、なのでどっかしらに所属してる人が多い印象です。結構なんか掛け持ちとかしてる人も多いです、その部活とかそういう有志団体とか。フィールドは、なんだろう、もう金創生ですらあんまりなんか分かってない人が多いんですけど、正直な話平たく言えば分野みたいな感じで、音楽フィールドとか芸術フィールドとか、自然科学フィールドとか分野になんか特化したみたいなのを自分で選択できるみたいな。僕は自然科学フィールドで物理研究とか科学研究みたいな、どっちかというとなんか実験とかをメインとした授業とかを取ったりしてました。音楽フィールドの科目なんですけど、演奏研究、楽器を演奏することができたり歌ったりもできるんですけど、そういう科目で、でもちょうど部活も引退するじゃないですか、でやっぱ腕がなまるので週1ぐらいは楽器吹きたいなって思って取りました。でも他に変わった科目で言うと、私は取ってないんですけど、郷土史神奈川っていう科目があって広がるなんか神奈川なのかな、学校周辺とかを、うん、探索フィールドワークみたいな、フィールドワークみたいなやりながら、自分たちで神奈川のなんか教科書を作るみたいな授業があって、やってる友達が何人かいて、楽しい楽しいって言っててテーマ研究、ああ出たテーマ研究っていうのは、1年の間に半年間取んなきゃいけない授業で、それが1年生2年生3年生って必修の授業で、でなんか自分のなんか興味を持った分野、本当に何でもいいんですけど、それを3年間かけてなんか自分でなんか実験したり調べたりして、最後なんか論文を作ってみんなの前で発表するっていう。あ、僕は恐慌について勉強してて、2008年にリーマンショックがあったり、2020年からはなんかコロナショックって言って、その2008年のリーマンショックはどっちかというと金融系に起こった恐慌なんですけど、そういったなんか過去のデータからなんか次どんな恐慌が起こるのか予測してみようみたいな感じで僕は調べてました。私は道徳教育についての研究をしたんですけど、もともと哲学に興味があって、なんか道徳に哲学取り入れたらもっと面白くなるんじゃないかと思って、進めていくうちに哲学対話っていうのにたどり着いて、あ、これ道徳でやったらいいじゃんって思って、実際にその模擬授業みたいなのをやってアンケート取ってみたいな研究って言える方のもんじゃないんですけどをやりました。なんでなんかそれをきっかけに、例えば AO とかでそれ使って大学受験する人とかも多くて、私もちょっとだけ使ったんですけど、いい経験にはなると思います。金荘は10階建て で、なんか結構ビルみたいな感じなんで、エレベーターが3台あって、まあ、そこは多分他の高校にあまりないんじゃないかなって思います。10階ってことはさ、景色どう？あ、めちゃくちゃ綺麗ですね。めっちゃ私吹奏楽部の部室っていうか音楽室みたいなのが10階にあるので、うん、毎日10階にいたんですけど、めちゃくちゃ眺めいいです。両面ガラス張りみたいな部屋があって、
そこがめちゃくちゃ綺麗です。でも横浜の夜景が見放題です。みなとみらいはギリ。あ、図書館ってどう？一応あるんですけど、隣に神奈川工業さんが出て、そことのなんか共同っていうか、なんかシェアみたいな感じで図書館も一応あるんですけど、でも結構広いっていうか、その自習する用の席とかもたくさんあるし、そこはあんまり不便じゃなかったです。他にその神奈川工業とのシェアしてる共有部分って食堂？食堂とか、あとそのさっき言ってた、グラウンドとか、グラウンドは一応神奈川工業さんのものなんですけど、体育祭の時とかだけ貸してもらうみたいな。弓道場とか。弓道場とかも確か、はい。逆に神奈川工業の人たちがこっち来て練習してみたいな。神奈川総合の最寄り駅は？東博楽駅っていう東横線？東横線がある。でそこはもう本当に目の前なんで、駅の歩いて2分ぐらいとか着きます。私は東神奈川を使ってたので、横浜線か京浜東北線なんですけど、東神奈川だと歩いて、7分ぐらいはかかるんですけど、でもまあそんな苦じゃないぐらいです。1時間以上通学にかかる人とかが多いです。私もそうでした。私1時間半ぐらいです。私の後輩に小田原から通ってて、あの新幹線定期を持ってる子がいて私は東京都立大学の人文社会学部です。そうですね、哲学に興味があって、であと国公立に通いたかったんですけど、哲学ができる国公立ってめちゃくちゃ少なくて、であと家から通える範囲っていうのもあったので、そうするともうなんか東大か都立大かみたいな感じになっちゃって、慶応義塾大学の経済学部に通っています。さっきテーマ研究で経済学を調べてたっていうのもあって、経済学部を目指したかったんですっていうのもあるし、慶応は結構自分家から近くて慶応の経済にしました。金沢にもなんかガイダンスルームっていうのがあって、そこでは結構なんか大学の情報とかパンフレットとかあって、そこで情報収集したり、あとはなんかステップのなんかチューターさんとか相談したりしてました。僕は私のその担任の先生との二者面談とかで、大学受験したい、勉強したいってなったら、それをちゃんと応援してくれる先生も多いので、なんかちゃんとサポートしてくれる人がいるので、その先生にもいろいろまあアドバイスとかもらったりしました。あ、なんか思い出に残ってるのは、まあ、京都やらかしちゃってて瀕死状態の時に、なんかそのチューターさんに話しに行ったら、僕のためになんか2時間ぐらいなんか話し相手になってくれて、ストレスが解消されたっていうか、応援してくださったんで、そこで勉強頑張れたみたいな感じです。あの初めて日本史の授業を受けた時に楽しすぎて感動して、で、まあ、それまで一応学校の日本史を受けてたんですけど、より専門的だなって思って、でっていうのが思い出です。やっぱり金沢ではたくさんの人に、面白い人たちに出会えるし、やりたいことがあったらそれをいくらでもできる学校だと思うので、ぜひあの倍率に怯えないで受験してください。と神奈川総合高校では他の高校で味わえないようなたくさんの経験をすることができたり、思い出に残るような行事とかもたくさんあったりするんで、本当におすすめしたい高校だと僕は思っています。